フッ素、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 は原子番号9の元素。元素記号はラテン語のフラリームの頭文字より F が使われる。原子量は18.9984で最も軽いハロゲン元素。また同元素の単体であるフッ素分子 F2 ドル素をも示す。電気陰性度は4.0で全元素中で最も大きく。 化合物中では常にマイナス1の酸化数をとる。反応性が高いため、天然にはホタル石や表彰石などとして存在し、基本的に単体では存在しない。古くから製鉄などにおいて、不素の化合物であるホタル石、シーフがトール材として用いられた。例えば、ドイツの鉱物学者、ゲオルク・アグリコラは1530年に、著書、ベルマヌス・バームニュース。 細部でレメタリカダイアラガスにおいて、ホタル石を炎の中で加熱し、誘拐させると、トール材として適切であると記している。1670年には、ドイツのガラス加工業者のハインリヒ・シュワンハール、ハインリヒ・シュワンハートが、ホタル石の産業怪物にガラスをエッチングする作用があることに気づいた。ホタル石に硫酸を加えると発生する、復活水素は1771年。 カール・シェーレが発見していた。未知の元素がホタルイシ、フラライトに含まれる可能性から、フランスのアンドレイコール、マリアンペールは未発見の新元素にフラリーンと名付けた。フッ化水素と塩化水素の素性がフッ素と塩素の違いだけであると最初に主張したのはアンペールであった。彼はその後、名称を変える。ギリシア語の破壊的なという語から不通リネとした。 ギリシア語では、アンペールの新名称を採用している。しかしながら、イギリスのハンフリー・デービーがフラリーンを使い続けたため、多くの言語では、フラリーンに由来する名称が定着した。なお、日本語の、フッソはドイツ語のフラーの音訳の一文字目から取られたものである。名称は定まったが、フッ水素の研究は進まず、酸素を発見したアントワーヌ・ラボアジェモ単理には、至りなかった。 1800年、イタリアのアレッサンドロ・ボルタが発見した電池が、電気分解という元素発見に極めて有効な武器をもたらした。デイビーは1806年から電気科学の研究を始めると、カリウム、ナトリウム、カルシウム、ストロンチウム、マグネシウム、バリウム、ホウソウ、次々と単理。しかし1813年の実験では、電気分解の結果、 漏れ出たフッ素で短時間の中毒に陥ってしまう。デイビーの能力をもってしてもフッ素は単離できなかった。単体のフッ素の酸化力の高さゆえである。実験器具自体が破壊されるばかりか、人体に有害なフッ素を分離、保管することもできない。アイルランドのクノックス兄弟は実験中に中毒になり、一人は3年間寝たきりになってしまう。 ベルギーのポーリン・ライアットとフランスのジェローム・ニクレも相次いで死亡する。1869年、ジョージ・ゴアは無水復化水素に直流電流を流して水素とフッ素を得たが即座に爆発的な反応が起きた。しかし、偶然にも怪我一つなかったという。ようやく1886年、アンリ・モアスさんが単理に成功する。発禁、イリジウム電極を用いたこと。 ホタル石をフッ素の補修容器に使ったこと、電気分解を引く摂氏50度という低温化で進めたことが成功の鍵型。当時は材料にも工夫があり、フッ化水素カリウム KHF の無水フッ化水素 HF 溶液を用いた。だが、モアスさんも無傷というわけにはいかず、この実験の過程で固めの視力を失っている。フッ素管理の功績から、 1906年のノーベル化学賞はモアッサンが獲得した。翌年、モアッサンは休止しているが、フッ素単理と休止との関係は不明である。以上のような単理への挑戦の歴史や反応性の高さから、単体のフッ素は自然界に存在しないと考えられてきたが、2012年に鉱物アントゾナイトにフッ素分子が含まれていることが確認された。単体は、 通常、に原子分子の F として存在する。常温常圧では、炭鉱褐色で、特有の匂い、塩素の用途も、気なくさいとも称されるを持つ機体。非常に強い酸化作用があり、猛毒。分子量 37.9968, 有点摂取223度、沸点摂取188度、比重 11. 1.11、沸点時、空気を1とする。反応性が、 極めて高く、ヘリウムとネオン以外のほとんどの単体元素を参加して、化合物、復化物を作る。ガラスや白金さえも犯すため、その性質上、単体で保存することは、実質的に不可能である。もっぱら単体よりも穏やかな化合物の状態で保存され、容器には化合物であっても犯されにくいポリレン製の瓶や、テフロンコーティングされた容器が用いられる。 単体は、フッ化水素 HF を電解するか、フッ化水素カリウム KHF を電解することで得られる。必須微量元素の一つであると主張する学術団体がある。欠乏と過剰になる量の範囲が狭い、歯のフッ素症食事摂取基準を参照。フッ素のサプリメントは、日本国外では製品化されているが、日本国内での製品化は、難しいと主張されることもある。 主な摂取源は、飲料水と動物の骨などである。フッ素の過剰摂取は、骨硬化症、脂質代謝障害、糖質代謝障害と関連がある、フッ素症を参照。フッ素の単体は酸化力が強く、ほとんど全ての元素と反応する。その性質上、フッ素を単体で使う場面は少なく、フッ化カ,カルシウム、シーフと硫酸、ハ素から生成する、フッ化水素。 HF を介して利用されることが多い。ウラン 235U 濃縮のため、揮発性の高いフッウラン UF を製造する目的で、単体フッ素が利用されることは、特筆すべき事柄である。フッ素を添加した合成樹脂やゴムは、3、アルカリ性の薬品や摩耗などに対して、耐久性が高まるため、半導体製造装置や、自動車などの部品、部材に使われる。 フッ素の化合物は一般に極めて安定しており、長期間変質しないという特徴を持つ。この性質は環境中で分解されにくく、いつまでも残存するということを意味しており、その使用には注意が必要である。フッ化物利用も参照。エキシマレーザーの発信媒体として、フッ素ガスと気ガスの混合ガスが用いられる。 例えば半導体の露光に用いられるアーフレーザーがその代表である。配管にはフッ素との反応で不動体を形成することにより、それ以上腐食が進行しにくい銅などが用いられる。さらにガスローエージには迅速にバルブが遮断されるような安全装置も組み込まれている。歯の表面処理に有効であり、歯磨き粉や歯科治療に使われるほか、 フッ素水道など水道水に混入する国がある。フッ素にはガラスの屈折率を低下させる働きがあるため、光ファイバーなど通信の分野において、その屈折率制御にフッ素が使われている。単体のフッ素や CLF などの化合物はロケット燃料の酸化剤として、1950から1970年頃にかけアメリカ航空宇宙局、 NASA を含むいくつかの機関で検討されたことがある。例えば NASA では液体酸素の代わりに液体酸素液体フッ素の混合物フッ素を70%含むフロックスマイナス70や同30%含むフロックスマイナス30等をアトラスロケットのエンジンを用いて試験しているしソビエトでも同様の実験が行われていた。これはフッ素を酸化剤として使用した場合の悲水力が 酸素を用いた場合を上回るためであったが、性能向上がわずかであったのに対しフッ素の毒性や、不正に伴う危険性ゆえに、取扱い上の困難が非常に大きく、結局ロケット燃料としての利用に関しては、断念されることとなった。半導体や液晶の製造装置に溜まったシリコンなどのガスを除去するためにフッ素ガスが使われている。フッ素の化合物は、 復活者と呼ばれる、フッ素のオキスさんは寛容名を持つ。次にそれらをあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。